バランタインファイネストバランタインはペルノリカール産科のジョージ・バランタインサンによって製造・販売されているスコッチウイスキーである。日本においてはサントリー・アライド及びサントリー・スピリッツが共同輸入、サントリー種類が販売を行っている。バランタイン社の創業者ジョージ・バランタインはローランド地方の農家の出身で13歳の時に エディンバラの食料品店に方向に出て5年後に独立。食料品と酒を扱う小さな店を構えた。これがバランタイン社の前身である。1853年、アンドリュー・アッシャーが世界初のブレンデッドウイスキーを開発。これに刺激を受けたジョージは1869年に自らブレンダーとなってブレンデッドウイスキーの製造に取り組むことになる。 1895年には、ビクトリア女王より、王室御用達のお墨付きを得る。1919年には共同経営者であった、バークレー・マッキンレー商会に経営権を譲渡し、バランタイン一族の手からは離れるが、ブランド名は変わらず、バランタインとされた。ついで1935年には、カナダのハイラム・ウォーカーに経営権が移ったが、後にペルノリカールに吸収された。 1937年には、マスター・ブレンダー・ジョージ・ロバートソンの指揮のもとに、スキャパ、プルトニー、バルブレア、グレン・カダム、グレン・バーギ、ミルトン・ラフ、アードベックなどを中核として、バランタイン17年を誕生させる。このバランタイン17年は、ザ・スコッチと称され、原種の七つのオモルトは、バランタイン魔法の七柱と呼ばれる。2019年3月現在、 国内で正規に流通しているのは以下の6種類。ジョージ・バランタイン・ジョージ・ロバート・ソン・ジャック・ガウディ・ロバート、ヒックス・サンデー・ヒス・ロップ。ありがとうございます。